1953年、高木賢治2月9日昭和38年4月8日は、大正から昭和後期にかけての整形外科医。1926年、東京帝国大学教授、後に日本医科大学教授を歴任した。日本の死体不自由児教育の創始者と言われている。日本の死体不自由児の父と呼ばれる。夢の楽園教療所を提唱し、日本で 初めて、死体不自由自調査という根拠に基づいて、死体不自由養護施設が日本に必要であると説いた。日本初の死体不自由養育施設である、生死療護園の初代理事長、レントゲン研究の第一人者でもある。1889年、東京都東京市本郷区やよいにおいて、父さ金吾と母テフの大密語、次男として生まれる。聖火の高木家は、代々、 徳川幕府に仕えており、賢治の祖父自然は表情書詰めであったと言われている。賢治の父、砂金吾は、石川家から、自然の娘て府の婿養子として、高木家に迎えられた。砂金吾の実家の石川家は、代々、医療業としており、砂金吾の父の石川玄順は、京都御所で天皇の寺院を務めたこともある。その流れから、砂金吾も、近代医学を学び、 それを駆使して法師的に診療活動を行っていた。ケンジは色白で巨弱な子供であったが、繁盛する開業医の坊ちゃんとして可愛がられ恵まれた幼年時代を送った。1895年に東京市立本郷尋常高等小学校に入学した。当時の尋常小学校の修行年数は3カ年、または4カ年であったが、ケンジは成績が優秀であったため、 一年から飛び級して三年に進級し、三年間で尋常小学校の四カ年の課程を修了している。中学校は、独協中学校に入学。独協中学校を卒業後1905年9月に、第一高等学校に入学。検事はよく勉強したが、当時の同級からは特に目立つほどの生徒ではなかった。すなわち将来を創建されるほどには見えなかった。 と評価されている。この頃に、ケンジが手に入れ、愛好したカメラの技術が、高年レントゲンの研究に大きく影響したと、されている。ケンジは1908年7月第一高等学校、第三部を卒業後、同年9月に、東京帝国大学医科大学医学科に入学した。ケンジは英語を10歳の頃に習い始めて、11歳の、 時には、当時中学校5年間で習う英語の教科書五巻を上げてしまうほどに英語が得意であった。そのため、本人も英語を続けたいという希望があったという。そのことを祖父に話すと、何も医者とは限らぬ。何でも本人のなりたいものになれと言った。しかし、同じ話を父親にしたところ、当時医学博士というものが国内に5名ほどしかいなかったという実情から、 私はこの子を医者にして博士にした。それには、英語ではダメだ。ドイツ語が必要だからどうしても、独教中学校に入れたい。と主張したため、高木はドイツ語を学ぶこととなったのである。死体不自由児領育を目指すに至る二つのエピソード。ケンジは尋常小学校四年生の時、鎌倉に遠足に行ったことについて書いた作文において、医学を志す一つのきっかけを記している。 ケンジは、その当時としては珍しい手足不自由の孤児院の子供と会ったことにより、小じきになるほかないと言われる子供たちについて、非常に心を動かされていたようである。また、当時高木家で社府をやっていた者が、手足不自由のある子供が寄ってきたのを追っ払った話をしていたことについて、ケンジの父サキンゴが、孤児院というところは汚いかもしれないが、これは大変立派な仕事で、 かわいそうな子供を助けてやっているのだから、汚いと別視してはいけないのだ。としかり、自分もそうした子供たちを見てやりたい。と言っているのを、ケンジは感心して見ていたという。ケンジは、第一高等学校時代、商売人が使うものと同じ写真機を、父から買ってもらい、大変喜んで使っていたという。早速入学の年である1905年の10月に、写真機を担いで、 富士山を移して回ったのであるが、その際に目に留まった3、4人の死体富士有事の姿が、後に死体富士有事療育の仕事に入るきっかけとなったという。この子供たちは、設立間もない富士育児院に収容されていた。この子供たちに縄をなったり、わらじとを作らせて、生活の世話をしている、富士育児院の人の話を聞き、感心したという。 東京帝国大学に入学中の高木賢治は、ますます勉学に励んだ。そのため友人からは、元来体の小さい色白の一見丈夫とは言えない、人であったが、あまり励んで、その余かに歌舞伎を見るのが好きな人であったので、同じ芝居を月にに、三度も見に行くようなことがあっては、病気にでもなるといけないと思ったので、親友のよしみで、友人三人で道君の宅へ行き、 古外の運動を韓国に行ったことさえあった、と述べているほどであった。ケンジは心臓病で虚弱であったため病気になってしまい、3年間休学することになる。この休学の間も趣味の写真に熱中していたようである。ありがとうございます。